はい、お近づくワイファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどね、しょうもないのみる動画お付き合いいただいております、ピンさんです。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今日なんですけど、2本目2本目っていうか、ピンさんがね、暇こいちゃってしょうがないんでっつって、ね、言うんで、まあ今日ね、まあ喋りたいこともあるんで、いや、喋りたいこともある、いや、動画撮る予定じゃなかったんですけども、うん、まあ、さっきもそんなこと言ったような気がするんですが、はいはい、まあちょっとさ、まあ、ピーさん聞いてくれる、はいはい、まあ、最近なんですけど、僕も X の方で、あ、まあ、うちの僕も X とかね、はい、やってるんで、よろしければ概要欄に貼り付いてるんでフォローしていただければ、はい、日々のお店のね、しがない横浜の原付屋の日々が上がっておりますんで、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、ちょっとこの間もX の方でお話ししたんですけど、なんかね、SNS の中で気になる話があったんですよ、バイク業界でね。なんかこう、バイク女子が最近台頭してきて、まあ、バイクに乗る女性のこうインフルエンサーみたいな方なんかがね、用品屋さんでなんかイベントやったりとか、まあ、YouTube でいろいろやったりとかして。結構ね、そのなんかいいよな、女子は YouTube やれば数字取るし、イベントやれば人がいっぱいいるし、で、そこに群がるおじさんたちの悪口が結構言われてた。何、そこに群がるおじさんたちの悪口。いや、分かんないんだよね。俺もさ、いろいろ SNS、まあ、そういう業界にいますんでね、僕もね、はい、一応業界の端くれ人ですよ。だからそういう SNS 目にするじゃないですか、うん、で、見たわけです。バイク女子のインフルエンサーが気に入らないのか、まあ、そこに群がる、まあ、多分女子に群がるこう男性陣が腹立つのかよく分かんないんですけど、なんかそこにおかんむりな方たちがまたバイク乗りの中にそういうところに苦情を申す派閥の方がいらっしゃるみたいで、これだから僕もそんな話が目についたときに、X でちょっと、まあでも裾野が広がるのはいいんじゃないですか、うん、みたいな X をやってたんだけど、うん、まあ、あちゃこちゃ YouTube なんかも見てると、大御所がね、ホワイトベースの二宮君が、なんかちょっとそんなこと言わなくてもみたいな、ちょっとお目に見てもらえませんかみたいな話してて、うん、あ、それは俺も同意同意みたいなところあってさ、なんかそんな目くじら立てなくてもっていうか、怒ってる人たち何に怒ってるのかよく分かんなくてさ、だから混んでる、あ、だから、ね、そうか、混んでる、せっかく土曜日、ね、日曜日のお休みの日 の日にバイク女子のインフルエンサーがイベントやってて、たまたま、ね、なんだよと、うん、なんでこんな混んでんだと。そうです。え、で、なんか素人の女の子が来てるのにそんな、うん、なんでこんな、いや、気持ち悪いこのおじさんたちとかって思ってるってこと。レジも進まねえし、でさ、レジ並んでるんですよ、すごいレジが行列しててさ、はい、気持ち悪いおじさんがいっぱい並んでるなーなんて言いながら、そこに並んでるんでしょ、はい、から見たらあなたが間違いやすいいやいや、まあまあそうなんだ、区別つかないから、俺違うけど、いや、だから俺もレジに並ぶけどちょっと多めに見てくんねえかなっていうところ俺もあんだよ ね、そこね、やっぱさ、業界に身を置く人としてはさ、何でもいいのよ、理由なんて、人が、ね、集まってくるだからねちょっとでもさ、いいの、ね、興味持ってもらって、うん、いや、バイク自体に興味持ってもらう必要ないと思ってるの、さらに、はいはい、なんか、あれ、すごい可愛い子がいるって SNS でチェックしたときにさ、うん、あ、この子に二輪館とか、はいはい、ナップスとか、はいはい、あと、なんだろう、名前出しとかないと失礼なとこある、あと、まあ、いろいろね、あると思うけど、うん、オートバックスとか、オートバックスじゃない、オートバックスは四輪だけどね、日曜日にあそこに行くとこの女の子に会えるんだって言ってさ、え、あ、バイクの YouTube やってる子なんだ、うん、みたいな感じでも俺全然いいなと思うんだよね、うん、興味持ってもらってさ、あ、じゃあこの子とお近づきになりたいからバイク乗ろうかなとかさ、うん、この子のグッズ買おうかなとか、うん、
好入り口だったでもいいと思うんだよね。きっかけですごい、だからそのインフルエンサーの今のバイク女子ね、まあ一生懸命やってくれてるじゃん。だから結構さ、そのインフルエンサーとかさ、その応援してる人たちにちょっと離れてこう SNS でなんか言ってる人たちって、うん、いやでもなんかにわかだよとかさ、あそのお前バイクのこと分かってんのかよとかさ、そういう ねで俺行った時に買い物できない鬱陶しいとか、そういうのを SNS で上げてる人がいるんだけど、あ若干僕も目にしましたけどね、はい、あのそういう人たちって最初からできてました。まあ、あの今僕バイク屋さんやらせてもらっててなんですけど、僕最初のきっかけってプラグの交換できませんでしたよ、うん、えプラグって何だろうみたいなとかさ、僕も整備でやってて、あトラックだったけど ねもう何どこにあのジャッキをかけていいんだか分からなかったです。ね上げてったらさ、かけちゃいけないところにかけてズボーンってバンペルマが落っこってきたりとか。ただあの これオイルパンだよなってのは分かったけど、さすがにそこまでやったことない。そこは分かった。ただそうでしょ、不思議だなと思って、その言う人たちって最初からできてたのかなとかって思っちゃうし、ね、そのもうちょっとこう、ね、自分の好きな業界の裾野を広げるために多めに見てくんねえかなみたいなのっていうのは、ちょっとやっぱり二宮君と、同じ、そのね、ホワイトベースさんの動画見た時にさ、うん、まあ、なんていうか、ちょっと、いつもたまに動画拝見するんだけど、話し合わないこと多いんだよね。なんだけど、その話に関しては、本当同意なの。だから、そういうことを言うね、うん、おじさん。ね、だから彼自身もインフルエンサーで、うん、そういうふうに僕も見られてるかもしれないみたいなことあって、うん、でもそういうふうに思う人、当然僕が違う立場になったらそう思うだろうと。で俺も同じ立場よ、うん、そんなさ、まあ俺がバイクの用品屋さんに行って買い物するなんてことはほとんどないけど、イベント目当てに行くなんてこともないけどね、うん、例えばやっぱり好きな業界で行った時に、なんだめっちゃ混んでるやんっつって、なんだよはぁみたいなこと思うかもしれないけど、まあ言わんわな、うん、SNS で言ったりしない、ね、そう業界がにぎわうのはいいことだと思って、いいことでしょ、飲み込む、うん、で、まあ本当ね、よっぽど面倒くせえやついたらちょっと、うん、裏で言うかもしれない。裏で言うだろ。まあまあね、でもそこはさ、自分の好きな業界だったらさ、ちょっとまあそうかと、賑やかになる、その逸脱したね行為とかダメだと思うよ、それはもちろん、あの苦言は呈していいと思うんだけど、うん、そのまあ例えばなんかカメラ小僧みたいなのがさ、あのパンツの下から覗くだけの写真とかさ、俺も本当もうつまみ出すけど、そんなやつ、いやそうではないけど、やっぱ興味持ってもらってさ、最初からできた人なんかいないわけじゃん、うん、俺なんかだって最初レース始めたきっかけなんか知ってる、フィーさん、俺の最初の動機、はい、女にモテたくてやんね。いやところがさ、いやでも僕なんかの時代の時ってそうだったん、うん、いやでもそれはそれできっかけとしていいじゃん、うん、で入ってみたらね、うん、まあバイクの人気もすごく上がってた時だったからさ、あこれやったらバイク乗ってレースやると女の子にモテんじゃないなんて飛び込んだ業界だけど、うん、全然ねモテないの、逆に嫌われる感じだったんだけど、なんで僕がそんな勘違いしちゃったかっていうと、その当時業界がものすごく盛り上がってて、ね、うん、モテるやつがバイクに乗ってただけ、はいはい、あモテないやつは何やってもモテないの。そこね気がつかなかったの。そうなの、モテてた人たちってバイク乗ってなくてもモテる人たちだったの。そこ気がつかなくて、あバイク乗ればモテるんだと思ってレース始めちゃったんだけ ど、まあ、そこでほら泣かず飛ばずだったじゃない、はいはいはい、なんだけど気がついた時にはやめらんなくなってたね、あだからもう、いやでも今でもさ、うん、今でもよ、バイクに乗るって言ったらやっぱりモテたいっていうのがあるでしょ、うん、あもちろんもちろんもちろん、ね、逆にバイクに乗ったらモテるんじゃなくて、うん、バイクに乗ってる俺がどうしたらモテるんだろうって考えた、うん、でしょ逆、うん、だから俺もちょっとでもバイク業界に貢献できるように、うん、かっこよくバイク乗りたいと思ってるの、ね、だからそうすると SNS で、うん、いやなんか用品屋行ったらさとかって絶対口が下げても言わないよ、ダサいから、うん、いやほんとダサいと思う、まあ、もう裾を広げるためにいいじゃないって、うん、バイク女子頑張ってよ、インフルエンサー頑張ってよ、ね、金は出さないけどね俺は。
もう群がるおじさんたち、ウェルカムじゃないって、若い子たちって来てよっつって、ね、でそこになんか文句言う SNS でね、なんかもう、気持ち悪いなとかって言ってる人たちいたら、もうちょっとバレないように攻撃する。ね、だから俺なんかもさ、仕事やっててよ、うん、で、こうハンドルを回すわけじゃん。うん、で、コアな、コアなさ、子がいるんだよね、やっぱ女子に。はいはい、で、なんかこう、俺のこう、ね、あのバスの運転手やってるんで、うん、こうハンドルさばきをさ、はいはい、こう上げてくんねえかなみたいなさ、はいはいはい、だそう常時ね、はい、そういうことを考えながら僕は、ね、あのハンドルを回してます。あの女子高生がね、あの定期で乗ってきて、そうあのいつもこの運転手さんの運転しか乗らないんです、もう、ね、なぜかってハンドルさばきがかっこいいから。その通りねえわそんな。いつまでも夢見とけや。まあそんな話で、はい、まあ裾を広げるためにね、いやもう本当そう思います、潰っていきましょう、気持ちは分かんなくないんだね僕ね、はい、うん、確かに、まあ、そんなお話でした。この曇りの気分まのって見届けよ、ね、あの撮る予定のない動画を撮ってしまいました。ありがとうございました。お疲れ様でした。